金投資では金の延べ棒がよく用いられる。金投資は貴金属の中で最も普及している投資である。投資家はリスクの多様化の方法として金を購入している。他の市場と同様に金は投機とボラティリティの対象となる。金の投資商品は主に3つで現物の金、金融商品、金鉱産の株式である。金への投資で最も伝統的な方法は 地金の延べ棒を購入することである。一部の国家では、カナダ・オーストリア・リヒテンシュタイン・スイスのように、大手銀行で簡単に購入することができる。また、同様に金を販売するディーラーも存在する。バーは、グッドデリバリーバー約400タロイオンスのほか、様々な種類、重さのバーが存在する。バーは、一般的に金貨よりも低いプレミアムの価格で、運用される。 その主な原因は偽造リスクである。金貨はデザインの違いや様々な基地の方法で偽造を検出できるのに対してほとんどのバーでは難しい。そのため多くのバイヤーは購入前に再分析を行っている。また、金貨と異なり額面がないコイン状のゴールドラウンドという地金も存在する。政府の信任がないので値段も金貨より低く。 コレクションとしての価値も低い。地金型金貨は需要と供給による金価格に少額のプレミアを加算した時価で売買される。地金型金貨の大きさは10分の1オンスから2オンスの範囲で1オンスサイズが最も人気があり購入も容易である。傷をつけると価値が下がるので管理には注意を必要とする。バーほどではないが当然偽の金貨が存在し鉛に 金メッキしたものなどが一般的である。収集家でも騙される、セントゴーデンズダブルイーグル20ドル金貨の成功な偽造金貨なども存在する。純金積立て、金上場投資信託、ETN、クローズドエンド型投資信託、CEF など様々な種類が存在する。金そのものは銀行が管理し、所有者は証券の形で保有する。銀行に、 手数料や保管料などを支払う代わりに、窃盗予備値スプレット、売買時診断分析コストなどの様々なリスクを抑えることができる。採掘会社の株式投資である。他の貴金属と同様、金も取引の際には、トロイオンス、またはグラムだけで価格が決定される。金の価格は公開された市場取引によって決められる。現在一般に、 金価格と呼ばれているものには、1919年に、ロンドンで設立されたザ・ロンドン・オールド、マーケット・フィキシング・リミテッドにて1日2回決定される、現物価格と、ニューヨーク・マーカンタイル取引所及び、同取引所の親会社にあたる CME グループが、運営する24時間稼働の電子取引システム、グローベックスで決められる、金先物取引、中心現月価格の2つがある。 後者は、経済指標として用いられることもある。その他、世界各地で相対取引されているロコロンドン、ロコロンドン取引、インドのマルチ商品取引所、ドバイ金商品取引所、東京商品取引所や上海企画公益所などでの、先物取引など世界各地で取引されている。日本での金価格は、商品取引委員の場合、ドル円相場、ロコロンドン価格及び、 国内受給要因などにより形成され、加え、東京金先物の,の受け渡しなど、流通段階で、金価格に対する消費税が加算され、小売価格では業者への手数料などが加算される。TLGMFL 設立時のメンバーは、NM ロスチャイルドサンズ、モカッタゴールドスミド、ピクスリーアベル、サミュエル・モンタギューカンパニー、シャープス・ウィルキンズであった。 TLGMFL 会員権は、その後変遷をたどり、2019年現在のメンバーは、バークレイズ、香港上海銀行、スコシアバンク、ゴールドマンサックス、JP モルガンチェイス、モルガンスタンデー、スタンダードチャータード銀行、トロントドミニオン銀行、UBS、中国銀行、交通銀行である。歴史的には、 貨幣の価値によって同等の重さの金と交換できる金本位制として知られる経済システムの裏を支えるものとして使われてきた。この方式では政府及び中央銀行は通貨と金の交換価値を定めることになる。長い間、アメリカ合衆国では1トロ4巣の金を20.67ドルで交換可能としていたが、1934年に1、 トロヨンス当たり35ドルとなった。だが1961年には経済力に対して金が不足し価格の調整が困難になった。金を背景とした経済環境の崩壊を受け、1968年3月7日、国際取引単位である1トロヨンス当たり35ドルと個人間取引の変動価格の2段階の価格が 設定された。この方式は1975年には破綻をきたし、金は自由取引されるようになった。中央銀行は歴史的理由から価値が下がってはいるが、金を保有し続けている。最も多くの金を保有しているのはアメリカが州国連邦準備制度下の各連邦準備銀行である。金価格は比較的安定した貨幣によって定められ、 米ドル建てで決定され、各国通貨に換算される。1968年以降、公開市場での金の価格は大きく動くようになった。2008年3月17日に、NYMEX が32.713ドル G を記録して、以来、金価格は、ロンドン現物、NYMEX、クローベックス、先物も,もに、歴史的な高値圏にある。 特に2011年は、チュニジアのジャスミン革命を引き金とした中東情勢の、緊張、日本の東日本大震災、アメリカの連邦債務上限額引き上げ問題を背景とした、米国債ショック、ギリシャ経済危機を発端とするユーロ圏、ソブリン危機の再燃などの影響を受け金価格は、急騰した。 グローベックス先物は2011年8月22日22時に59.199ドル G1903.3 ドルオンスきっとこ調べ参考資料を記録したロンドン現物も2011年9月2日午後のネギメで金価格がプラチナ価格を初めて上回り9月5日午前のネギメで58.987ドル G 1896.5ドル、オンス。きっとこ調べ。推移に達した。その後、2011年9月22日のアメリカ連邦公開市場委員会後に300ドル近く値を下げ、2011年10月は1600ドル、オンス台で推移した。その後、新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受け、金価格は上昇し、2020年8月5日の ロンドンの現物の金の取引価格において初めて2000ドル、オンスの大台を記録した。また、1982年3月23日に上場した東京商品取引所及び2020年7月27日に移管した大阪取引所での金の上場来最高値は2020年8月7日に2021年6月もので記録した7032円。 G である。そして、国内小売価格の最高価格は、2020年8月7日の7769円、G である。なお、20世紀の最高価格は1980年1月21日の6495円、G である。なお、日本での金取引自由化後における最安値は、 NYMEX 先物は1999年7月19日の7.866ドル。G ロンドン現物は、同年7月20日午後の7.862ドル。G 東京商品取引所の金の上場来最安値は、記事化同年9月16日の865円。G、日先同年9月16日の836円。G である。そして、国内小売価格の最安値は、 同年9月17日の917円 G である。営利目的の場合、営利形態によって事業所得か雑所得として課税される。それ以外の個人では、金の売却などによって得た所得は上都所得として課税され、5年未満かそれ以上所有していたかで計算式が異なる。一律20.315%の厳選分離課税である。金の売買市場は、 多くの場合、特殊な状況となっている。例えばヨーロッパでは、純金売買の付加価値税は免税とされる。他の銀を含む、貴金属では、そういった特例はない。キャピタル銀課税のような他の税金は、その居住地によって課税される可能性はある。金は、とても貴重で高価な金属であるため、頻繁に偽造商品が世に出回る。特にタングステンは、 比重が金に近似しているため、比重計や X 線傾向分析による検査が非常に難しい。対策として、破壊検査のほか、非破壊の超音波端小検査などの手法が開発されている。ありがとうございます。